皆さんどうもこんにちは、グレイブです。青鬼オンラインと邪神ちゃんドロップキックがコラボということで、なんとね4月の28日3時よりコラボ開始となります。いやね、まさかねこのタイミングでコラボが来ると僕思ってなかったのでびっくりしてます。コラボ立て続けにコラボがあるのは、ね、多分青鬼オンライン史上初めてなんじゃないかな。間違ってたらごめんなさいけど、いやでもね、5等分の花嫁コラボからもういきなり邪神ちゃんドロップキックがまさかのコラボということで、いやこれ嬉しいですね。いや皆さんこの期間から頑張っていきましょう。多分ねメダルもあるとは思います。今までの流れ的にね、多分あるとは思いますね。1000位以内のスキン、1000位以内でもらえるスキンがちょっとね炎上、プチ炎上みたいな感じになってしまったんですけど、果たしてこれはどうなるんでしょうかね。イベントメダルがあるんでしょうか。僕はあると思います、はい、この流れ的にねもう立て続けにイベントメダルが来てるわけで、もう心の準備をね皆さんしておいた方がいいですね。皆さん頑張りましょう。コラボ内容とはまたちょっと違ってはいるんですけれども、ウサギの遺跡とヒカキンの要塞がね出てきております。限定ですね、1週間しかないので、これもまたね攻略動画の方をね後日出させていただこうとは思います。ぜひねご視聴よろしくお願いします。今回はですね、はい、100人サバイバルをやっていこうと思います。100人サバイバルで青逃げまで目指して頑張っていこうと思います。それではやっていきます。それでは100人サバイバルをやっていきます。今の僕のシーズンランクが218なんですけど、100位以内をね今目指して頑張っているんで、金オーラはね最近取れていないので、頑張ってねもう金オーラを目指して頑張っていこうと思います。ちょっと今なんかおかしくなったけど、でこの部屋は感染鬼ですね。最近感染鬼が多い気がします。まあ感染鬼が多いのはもう最初からなんですけど、感染鬼が出てからもだいぶその青鬼オンラインの 100人サバイバルのね環境が変わりましたからね。もう生存が50人、もうこれ生存が50人しかいないよ。なんでなんで、普通はねなんかこういうバグなかったんだよね、最初の初期の頃は。感染鬼のほらなんかボットがね見えてないんだよ、ほら透明なんだよ。なんでだろうこれ、よくわかんないんだよこれ。ボットさん読み込まれてないよこれ、大丈夫か。これ透明スキンってことでいいの、これ透明スキンで鬼が通ったはずのところでもないのにやられてたね。まあいろいろとバグが多い青鬼オンラインですが、今日も楽しんでいこうと思います。ちょっとリムルさんこんにちは。みんな固まってる。で宝箱を開けてのどこに行く、どこに行く、おっしゃ、開けて閉めます。開け、はい、見なかったことにしてガスマスクを探しに行きます。ありがとう。ワード走りは募集中です、皆さん頑張ろう。走りは募集中。プレゼントボックス、なんとプレゼントボックスも出てきてますね。知らなかったですこれ僕。あ、プレゼントボックスも出るんだ。うわこれは素晴らしい。プレゼントボックス出ると知らなかったです僕ね。仕事から帰ってきても動画直撮りで今ね撮ってるんですけれども、ちょっとこれ分かってなかったですね、ちょっと申し訳ない。ちゃんと書いてあったのかな、見てなかったな。混乱した本当に今、混乱した、頭が混乱してるよ。これアンチどっちだろう、これアンチどっち、ちょっと教えて。こっちだろ多分、こっち上でもこっちで合ってる。あ、アンパンマン、この中にいれば大丈夫なんじゃないか。さておお、氷鬼がいる。押しめても何にもないんだけど、まずい、鬼が来てる。感染鬼もいたよね、これ。感染鬼もいたんだけど、なんか消えたね。おお、びっくりした。危なかった。感染鬼もいたはずなんだけど、どっか行ったね。
おおおお、怖い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 よ。閉めます。もうこの中にいれば楽勝だ。もうこの中にさえいれば完成を回避できる。最強ですね。開けようとしてるしね。大丈夫っぽいね。よし、ここにいれば安心だ。安心なんだけど安心できない。安心なんだけど安心できない。これ勝てないぞ、このマジャ。勝てない勝てない。勝たせて勝たせて。勝ちたい勝ちたい。勝たせてください。いっぱい来たいっぱい来た。一周してきたのっていうの。一周してきたの。すごいな。ガスマスクが出てないぞ。ガスマスクが出てない。これやばい。危ない危ない危ない。めっちゃ危なかった。いや頼む頼む。青逃げなんとかこっからしていきたいけど、こっからしていきたいけど、できるかこれ。できるか。できるかな。したいよ。したいしたいしたい。さてとアンチがどんどん狭まってきました。鬼に当たらない。あっと倒れた。リムルさん倒れました。これで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  いけるよ。いけるよ。いけるよ。いけるいけるいける。なんとかして、よし、勝てました。一発勝利です。はい、青逃げ、これで2連勝ですね。いやー、2連勝嬉しい。本当に嬉しい。ありがとうございます。これ裏ステージも出てくる。おお、出た。裏ステージも出たんでやっていきます。まあ、確定じゃなかった気がするんだけども、出てくれたのでやっていきます。確定だったらご情報申し上げますが、金曜日の3時以降だから裏ステージ確定なのかな。そこら辺分かんないんで、多分ね、確定だと思います。もう分かんない。確定だ。今日確定の日だ。先ほどガチバトルした時はね、出てこなかったかな。違うのかなと思ったんだけど、まだガチバトルは別なんだって、ちょっと分かんないんで、ここら辺視聴者さん分かる人いたらお願いします。手の奥ら辺錆びてるよ。錆びてます。ちょっと使いすぎやないですの。その手ちゃんと洗ってるのが心配だよ。特に土日とか裏ステージ確定の日洗えてないでしょ。ちゃんと洗いなさい。そういう 色なの。これ錆びてるよ。やっぱり錆び、錆び鬼だ。錆び鬼。はい、裏逃げできました。はい、左しか開けません。左しか勝たんってことで開けていきます。青玉以外出てください。お願いします。青玉以外出るはずです。いきます。おー、多分持ってない。スキンチェンジこれでできたはずです。ありがとうございます。っていうことでね、終わっていきたいと思います。皆さんご視聴ありがとうございました。なんとかね、一発放入できたんでちょっとね、嬉しかったです。はい、それで終わります。次の動画はね、塔の動画を出していこうかなと思いますので、皆さんね、ご視聴の方よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。